台北のチェックインホテルというところなんですけれども、非常に綺麗で一泊1万円以上もするんですけれども、隣でシャワーとかですね、水を使ってるとものすごい音が響くということで、いやーさっき聞きましたかね、これ隣の人の影響にもよるんですけど、これいいのかなっていう、いや安宿だったら、ね、1泊ね4、5千円とかだったらいいですけど、1泊1万以上取ってこれはないんじゃないかなみたいな話ですけれども、バスタブもついてて、ですね、部屋も綺麗で非常にいいんですけど、まあ見ての通りですね、部屋に仕切りがなく、そのままトイレとお風呂とシャワーがついてるという状態になっていて、多分全室このような状態になっているのかなと。つまりまあ、これやばくないですかこれ隣で使ってこれまだ今夜の9時だからいいですけど、これ夜中とかにすごい音じゃないですかこれ。壁が薄い、壁が薄いのかな。でも右側の画面で左側の音は非常に聞こえてくるんですけど、右側から何も聞こえてこないんですけど、どうなってんのかな。これ非常に綺麗に見えるけど、実は古くて壁はめっちゃ薄いのかな。こんなに水道っていうか水を使ってる音がするっていうのはなかなかないんじゃないかなと思うので、いやもうでもこれはもう設備上どうしようもないですよね。まあ1泊1万2千円もするんですけど、いやだから本当にね、値段だけで決めても分かんないですよね。まあそういう口コミをきちっと、ほらやばくないですかこれ。まあ気にならないっちゃ、もうさっきからすごい何度も聞こえるんですけど、これは何度もシャワーを浴びてるのか、これどこの音なんだ。なんかシャワー浴びてる音ですよ。でもシャワー浴びてる人は何度ももう5、6回くらい聞こえては消えないみたいなんですけど、 Wi-Fi は早いんですけど、これ例えばここで Zoom とかで仕事しようとしたら全部ザーッと音が入ってしまうというですね、台北のチェックインホテルさん、これちょっとどうにかした方がいいんじゃないですか。いやまあここに3泊するので、まあ、バスタブもついてますし、なんか2000円払うとアップグレードできるんですけど、そうするとバスタブがなくなっちゃうっていうってことで、まあ仕方がなくここにいますけれどもっていう感じですね。いやー凄まじい音が、まあ寝てる時にしないでほしいなっていう感じですね。ということで現場からは以上です。